ください DJ ユーカイフォーン。さあまずは攻撃はゼスリーから。さあ 3x3 ファンの皆さんこんにちは。3人制バスケットボール 3x3 のグローバルリーグ 3x3 エグゼプレミア2024記念すべき10周目のシーズンが間もなく開幕いたします。というかもうね試合がスタートすでにしているんですけれども、今日はですね私、須藤優美が実況を行っていきます。そして解説は岩下さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう早速始まっていますけれども、そうですね、ちょっと今配信の方がトラブルが起きているのかな。そうですね、ちょっとまだ皆さんにはご覧いただけていないという状況のようなんですけれども、まあ、試合がスタートしているということで先にちょっと我々もトークを始めさせていただいておりますけれども、はい、今シーズンの開幕カードはこの黒のユニフォームゼスリー石川エグゼ、そして緑のユニフォーム東京ダイムエグゼ、このカードとなっております。まあ、この両チームは初年度からいるチームということで、そうなんですよ。ということは10周年ですね。そうですよね、はい。岩下さんもこの緑のね東京ダイムには所属していらっしゃったかと思いますけれども、はい、10年前平塚でまさに開幕を迎えたのが、はい、もうつい最近のような感じしますね。先ほどあのコミッショナーからもね10周年目の挨拶ということでその平塚のお話がありましたけれども、はい、うん、まあ、今日も結構暑い中選手は戦っていますけれども、ね、 そうですね、その平塚はどうでしたか。いや平塚も地獄だったんですよね死ぬかと思ったぐらい、まあ、暑くて、はい、もうビーチの横だったんで砂がもう、ま、こう巻いてて、うん、もうコートも滑るしみたいなそんなコンディションで、はい、ストリートの洗礼を浴びたような記憶があります。なるほど。そんな中からもう今ではこの東京のど真ん中、はい、ワテラスで ね今日は開幕ということなんですけれども、 いいですよね、その会場の雰囲気がまた。そうですよね さあそして今シーズンからはですね、去年まで我々スタジオからこの配信をお送りしていたんですけれども、今シーズンからはこの現地に私たちも出向いて配信するということで、かなり臨場感を感じながら配信をさせていただけるわけなんですけれども、いやもうお客さんも結構な量入ってますね。そうですよね、これかなり多くのファンの方がね今日朝から来てくださってますけれども、うん、ね、おっと危ない、ここは黒のファールということで、ただ結構痛そうですよ、大丈夫でしょうか。ちょっとゼスリーしかのキーレ選手が腰から落ちちゃいましたね、リバウンド争いだったんですけど、はい、35番キーレ大地選手が今ちょっと腰を抑えながら痛そうにしているということで少し試合が止まります。さあじゃあちょっと改めて両チームロスターをご紹介していきたいと思いますけれども、はい、まずは黒のユニフォームゼスリー石川エグゼ、創設当時からのチームです。こちら35番キーレ大地、27番柴田正勝、11番早瀬俊隆、そして17番が木村嗣人ということで、この27番の柴田正勝はリーグ創設当時からのプレーしている選手ということになります。そうですね、大丈夫そうですかね。立ち上がりましたね、大丈夫、はい、そうです。ちょっとまだ痛そうではありますけれども、一旦ベンチに下がりますね。この後また戻ってくるのを楽しみにしたいと思います、うん、はい。そして緑のユニフォーム東京ダイムエグゼ、6番アドネシー・ジョシュア・ブラマー、そして70番小松正弘、3番藤高総一郎、5番が西畝優というメンバーです、はい。まあ、このメンバーもね、はい、まあ、西畝選手は AJ 選手はかなり最近入ってきた選手はありますけど、うん、他の選手はもう2年目ぐらいからずっとプレミアやってる選手たちですからね。そうですよね、小松選手なんかもやっぱり日本代表としても活躍していらっしゃった選手ということで、はい、また藤高総一郎選手は最近あの5人制バスケットボールの方の引退をね、そうですね、表明されまして、はい、この 3X3 は続けていかれるということですかね。そうですね、はい、いやブロックショットが高いですね。そうですね、はい、ただちょっとやっぱりオープニングということもあってスロースタートですね、うん、そうですね、まだスコアが3対2、うん、これも落ちます、はい。さあ今日現地の状況はというと風はそんなに
外の試合と思えばない方ですかね。はい、まあ、ちょっと泣いてるぐらいの感じなので風の影響はそんなにないと思うんですけど、やっぱりちょっと直射日光はかなり暑いんで、まあ、コートの照り返し考えると選手としてはかなりコートコンディションが過酷な方だと思いますね。さあここで2ポイントシュートに対するファールということでフリースローが2本与えられます。17番木村嗣人、さあまずは木村選手1本目です。決めてきました。ナイスショー。皆さん気温が非常に高いです。水分補給こまめにお願いいたします。ちょっと配信の方々まだすいません映像が届いてないということなので、申し訳ありません、はい、なるべく音声で分かりやすくお伝えしたいなと。そうですね、うん、これ音声、はい、まあ、後ほど多分アーカイブという形で見ていただけるということで、はい、さあ中に入れてここで早瀬が決めていきました。6対3、ちょっとゼスリーが話し始めましたか。そうですね、ゼスリー6、東京ダイム3点、まあ、ファールもですね、ファールはゼスリーが3つのダイムが1つ、そこにゼスリーがさらにファールが加わりましたね。 4-1 ということなので、ちょっとゼスリーは、まあ、今点数のアドバンテージありますけど、まあ、後半考えるとちょっとファールが混んでるかなと、はい、やっぱりこの 3x3、はい、ファールが7つ目からは相手チームにフリースロー2本を問答無用で渡してしまうということで、はい、かなりこのファールの数というのが、ね、重要になってきますよね。ファールトラブルはかなり重いペナルティになるので、やはり前半はなるべく抑えていきたいなというのが、まあ、定石であります、はい、さあそんな中すでに4つのファールをしてしまっているゼスリー、ここで木村がファールをもらう形で、はい、木村嗣人選手のワンオンワンを仕掛けたんですけど、かなりやはり上手ですね。彼の得意プレーでもありますし、はい、しっかりと相手を見ながら、まあ、AJ 選手がディフェンスついていたんですけど、タイミングをずらし、そしてシュートフェイクを入れてしっかりファールを誘っていくと、うん、フリースローを獲得しました。やっぱり AJ 選手のような体格のいい選手が前にいると、はい、なかなかこう、そうですね、普通にシュートは打てないですから。おーっと、ここで3つ目です。そんな AJ 選手のダンクが、うん、高いですね。しかしながらキーレ選手、はい、復活してしっかりと2ポイントで返してきましたね。かなり大きいプレーですよ、はい、それに返せるか。わあ、これを2ポイントを放った2周年選手が自らリバウンドに来ましたね、はい、さあこの、ね、2周年選手、空中音痴と言われている、はい、かなり滞空時間が長い選手ですけれども、さあ小松選手外からこれは落ちます。今早瀬選手、自分のチームの選手を押してましたね、はい、早く出ろと。やっぱりこの3人戦においては試合の展開スピードが大事なので、はい、攻守の入れ替えとかですね、リバウンド取った後の動きというのはすごい大事なんですよ、はい、今リバウンドを取った後にすぐに外に出したいんだけども、ちょっと味方メンバーが止まっちゃってたので、もう手で押してあっち行けと、うん、もう俺がここはやると、はい、なかなか見ない光景でしたけれども、ね、これもやっぱりこの創設当初からいる両チームということで、このカード落とせないという気持ちもありますね、きっと。いや、そうですね、だし開幕の初回って大事ですからね、本当に、うん、さあここでスコアして2点差に縮めてきました、うん、やはり高さのアドバンテージがある分ダイムは簡単に点は取れるんですよね、はい、なのでゼスリーとしてはここを、まあ、どうにかアドバンテージを守っていきたい、うん、さあそして木村対2周年のマッチアップです。2周年の選手はディフェンスも足ありますからね。おっとここで、おっとこれはリングに当たってたんですかね、ちょっと見えなかったです。当たってたという判定でしたね。そうですね、さあここで外から AJ 選手も打っていきます。ちょっとなかなか東京ダイムが流れをつかめないですね、うん、さあここでもう1点重ねました。柴田正勝、また4点差。いくつですか柴田選手、39歳ですよ。
はい、あとその柴田選手がディフェンスファールですね。ちょっとゼスリー5分入って5つ目、そうですね、正解ですね。さあ昨日あの 3x3 という競技においてはオリンピックの最終予選がハンガリーで行われていたわけなんですけれども、はい、見ていると結構どのチームもファールがかさんでたなっていうふうに思ったんですけど、はい、結構この3人制の競技もですね、笛の基準が昔とはだいぶ変わってきています。もともとはどちらかというとそのコンタクトを、まあ、激しい接触だったりとかを許す競技だったので、はい、5人制に比べるとファールの基準は緩かったなという感じなんですよね、はい、でもここ最近かなりそこを厳しく取るようにしていて、はい、特にそのオフボール、はい、例えばそのスクリーンをかけて味方の選手を助ける、こういったスプレーの時のそのスクリーンのファールっていうのを非常によく取るようになってます、はい、なのでそういった意味では選手としてもここをちゃんとアジャストしていかないと、やはりこうやってファールが混んでしまうということになってしまいますね。なるほど。さあ試合再開しまして、藤高のフリースロー、これは落ちます。また4点差に広げられている、追いかける形の東京ダイム。さあ押し込んでいきました。強いですね、体が強いですね。飛んでるとき押されても全くぶれない。あ、これはうまい。さあ、うん、すぐにやり返していきます、木村嗣人。パスコース目で見てますね。ナイスペース。うおー、これでゼスリーは6個目ですね、6つ目のファールになりました。はい、もうファールできないですね、ここからは。次のファールから相手チームにフリースロー2本を与えてしまいます、はい、AJ 選手のフリースローですね。さあこれは1本確実に決めていきたいところですね。今11対7、4点差ですからね。さあしっかり沈めて11対8、3点差。ただもう4分ですからね、残り。ちょっと点差がじわじわボディーブロンドに効いてくるという段階です。さあそしてゼスリー石川、お、林選手の2ポイント惜しくも外れる。あのメンバーで西宇根選手が、はい、リバウンド取ってましたね。はい、やっぱりゴール下には結構高い選手もいましたけれども、彼は足がある分、うん、平面での動きも運動量も多いんですね。ああいったリバウンドルーズ、特によく飛び込む選手なので、彼のリバウンドは必然的に増えてきます。身長があるわけではないけれども、はい、まあ、対空時間、あとジャンプの、ね、高さでリバウンドも取れるという、はい、さあここでちょっとまた喜入選手が先ほどのところが、ちょっと腰がまだ痛むんですかね。シーズン始まったばかりなので、ちょっと無理してほしくないという気持ちもありますけれども、まあね、ちょっとダメそうかな。ベンチから崩れ落ちちゃいます。ちょっと腰を伸ばしているような体勢が画面の端っこで見、はい、でもちょっとね見えているかと思うんですけれども、おっとリバウンド、ゼスリーのリバウンドがいいですね。はい、さあすでに試合は始まっているんですけれども、配信をご覧の皆さんお待たせいたしました。ここからちょっとあの岩下さん配信がつながったということで、大変お待たせをいたしました。すでにですね、失礼いたしました。失礼いたしました。1試合目、すでにもう間もなく7分というところなんですけれども、3人制バスケットボール 3x3 のグローバルリーグ 3x3 エグゼプレミア2024の開幕です。さあここで東京ダイムが、はい、逆転しましたね。そうですね、あの配信が始まった途端に怒涛の展開になってます。はい、おー、2ポイントの入れ合い、2ポイントの応酬です。今両チーム含め連続で3本の2ポイントが、はい、もうシーソーゲームですね。 AJ 選手めっちゃ楽しそうに笑いながらプレーしてますねただここは、はい、まあ、ゼスリーが1点リードしているところでありますが、はい、ファールがゼス、おっとレイアップを、ああそしてまた両チーム立て付けにミス、ちょっともったいないですね、両チームともに。残りあと2分45秒。はい、やはりこういった相手がミスしたタイミングというのは流れが変わるタイミングなので、まあ、ここでグッとギア上げていきたいんですけど、まあ、ある意味東京ダイムは疲れましたね、ゼスリーのターンオーバーに。さあ藤高、これは落ちます。さあしかしまだダイムボール、
大馬ちょっとシュートが入っていないんですけど、まあ、それをなんとか粘って粘ってこうリバウンドを取ってセカンドチャンスでものにしているというような形ですね。さあそして木村、はい、そしてこのルーズのリバウンドですね、ここゼッスリーがほぼほぼ取れているので、やっぱ東京大馬ここはしっかり足を動かしていきたいです、はい、おっとここはファール、これはファールですか、はい、藤坂総一郎選手のディフェンスファールという判定ですね。これで東京ダイムも4つ目のファールということになりました、はい、ちょっとダイムも若干気をつけていたいですけど、そうですね、はい、まあ、このディフェンスは仕方ない場面もありますからね。さあ柴田、おお、このリバウンドです、このリバウンド、おこれは2周目、はい、ちょっとリズム崩されちゃいましたね。おっとパスが、ここは点が欲しい東京ダイム、流れが変わるポイントです。さあ流れ持ってこれるか藤高、リバウンド木村つると頑張りましたね、はい、はい、ただちょっとボールはまだ東京ダイムボールですか、東京ダイムボールですね、はい、ここでタイムアウトを取ったのはブラックユニフォームゼスリー石川です。この 3x3 は、5分を過ぎたところ、ゲームクロックが5分を過ぎたところでオフィシャルタイムアウトが1回、そして両チームに1回ずつのタイムアウトが認められています。このタイミングでのタイムアウトというのはどういう意図がありますか。まあ、やはり、うん、得点はイーブンですが残り2分切って、はい、まあ、ファールでディスアドバンテージがある分ちょっとここからですね、はい、ディフェンス含めた、まあ、確認事項というのが出てくると思います、うん、なのでこういったタイミングでちゃんと共通認識を得るというところは必要なのでいいタイミングでタイムアウトだと思いますね。さあゼスリー石川がこの後の流れについて、はい、このタイムアウトで確認したという、うん、おっと3秒オーバータイムですね。3秒オーバータイム、はい、ペイントエリアに3秒以上オフェンスチームがいると今のバイオレーションを取られてしまって攻守が入れ替わると。そうですね、これはちょっと痛いターンオーバーですね。もったいないというところですね、はい、これ絶対チャンスですよ。ここで得点取ればかなりいい流れでいける。うわー、そして喜入大地選手が、喜入もちょっと負傷しながらも、うん、そうですね、いやでも今のピックアンドロールもいい、うわー、これがまあ入れ替えしました。なんとか粘りますね東京ダイム、流れを引き渡さない。さあここでまた木村、これが入ってくると話が変わってくる。ああ、そして2周目のツーです、入りそう、わあ、ナイスフォロー、いいところにいましたね。今フロアバランス良かったですね東京ダイム、はい、おー、そして来てますよ流れ、どんどんと2周目が打っていきますね。ただなかなか入らない2が、おっ と, おっと、うわー、このターンオーバーが痛い。さあ残り時間1分を切ったあと50秒、はい、さあ東京ダイムボールでスタートします。1点リードしているのは東京ダイム、多分時間的にもかなり苦しい時間帯なんですよね、息も切れてるしインパクト上がってる中でああいったミスが出てきてしまうタイミング、いやー、2が来ない東京ダイム苦しいな。さあ柴田の2はどうか、はい、うわー、ここで来ました、逆転です。うわ、これは2点以上の効果があります。うー、そこをしっかりと、さあまず同点に戻してくる、おっと、これは、お、これは惜しい、 AJ 選手が叫んでましたね、うん、いやー、グッディですよ。さあ同点で迎える残り 22.1 秒、はい、まあ、両チームともオフェンス1回ずつできるチャンスがありますね、はい、この 3x3 は12秒でオフェンスを行うという結構短いですよね。そうなんですよ、さあかなり展開が早いのが面白い 3x3 ですけれども、うん、さあ、はい、そういう意味ではここでどういう展開が出たのか、さあどういう作戦で来るのか。これはグディ、しかし高かった、2周でナイスディフェンス、はい、外に出してどうするか、これは自ら行く、ここで1点リード、残り1秒、うわ、シュート打てるか、あ、打ってなかった、これはノーカウントです。しかしノーカウント、はい、これはね、伊達
なってましたね。なってました。キーレ選手は今ちょっともうリプレイ見てくれと、はい、いう。そうですね。ただ現場で見ててよくわかりますね。これはもうもともとノーカウントだというレフリーのジャッジです。さあ、いやー、初戦からすごいな。はい、開幕初戦はこの10周年を祝う開幕初年度から所属している両チームでスタートをしていきました。ブラックのユニフォーム Z3 石川エグゼ対グリーンのユニフォーム東京ダイムエグゼ。素晴らしいシーソーゲームだったんですけれども、この試合はラストのね、そうですね、1点が勝敗を分けました、うん、東京ダイムエグゼの勝利ということになりました、はい。